1番ショートジーター3割3分4厘18本66打点。2番レッドデーモン2割8分2厘24本82打点。3番ファーストテシェイラ2割9分9厘39本122打点。4番サードロドリゲス2割8分6厘30本100打点。5番 DH 松井秀喜2割7分4厘28本90打点。6番キャッチャーポサーダ2割8分5厘22本81打点。7番セカンドカノー3割2分25本85打点。8番ライトスウィッシャー2割4分9厘29本82打点。9番センターカブレイラ2割7分4厘13本68打点。チーム成績、2割8分3厘、244本、915得点。大整備すぎるやろ。この頃はメジャーも面白かったよな。史上最強打線存在していた。キャッチャー有能だな。カブレラ以外全員出塁率 0.35 超え。イチローの後陣を廃してたのが気の毒だったけど、やっぱ松井の成績もすごいわ。このメンバーで5番 DH 任せられてるのやばいよな。しかもステロイド全盛時代に。普通に通用どころか活躍してたよな。2割8分20本100打点。OPS 0.85 は毎年計算できるとかやばい。地味に3割も1回達成してるし。日本人のワールドシリーズ MVP って地味に二度と出てこなさそうだよな。実力はもちろんチーム運も必要だしな。ワールドシリーズの松井秀喜は覚醒にも程があった。その姿、誉れ高い。日本で似たようなケースあまりないよな。2008セーブ、2009巨人、2003大英、2001近鉄もちょっと違うし。ほぼ全員が20本以上打ってる打線なんて日本でできるわけない。2004の巨人打線が最高じゃねえの？7番安倍晋之助やからな、頭おかしい。